どうも、アイアシザ 120% の男、ブス島です。同級生2実況プレイやっていきたいと思います。はい、早速いきなりね、クリスマスが終わったと思ったら天童新幹線のセクハラですよ。いきなりあれありゃということでね、もうこれはもう、あすみさんちょっと助けようぜこれ。やっとお会いできました。やめてください。おい、嫌がってるぞ。おい、ほんと嫌がってんなこれ。しかも真冬にこんな格好のやつにいきなり手握られた、もう今だったら事案ですよこれ。事案もう。僕はあなたのことをずっと思い続けていたんです。だからいきなりこういう風にやるのはもうほんとルール違反だよこれ。手を離してください。これ嫌がってんじゃん。そんな。手を離さないと人を呼びますよ。もうこれ完全にダメだね。 NG だねこれ。僕の言うことも聞いて。待ってください。ははっ、逃げられてやんの。バカにしてやろうぜ。おい、なんだよここで何をしているんだ。いや、お前を通報しようと思ってな。お前偉そうに腕組んでっけど、お前やってたこと犯罪だからな。あれ、嫌がる女性を無理やり犯そうとしている様子を見てたんだよ。てんまあ本当にそう見えますね。ふん、女は嬉しい時でも嫌というもんだ。ああ、もうね、それ一番ダメなやつ、ダメなやつ。今だったらもう完全ダメっすね。こいつダメだな。天童、三流雑誌の読みすぎだよ。お前どうせホットドッグとかよ、そんなのバカ読んでたんだろこいつ。まあしょうがねえしょうがねえ。まあいきなり朝っぱらからとんでもないところからねスタートですけど、まあとりあえず他の場所行こう。はい、ということで学校にやってまいりました。おいアホ、なんだ天童の次はこいつかよ。なんだボンボン、君は南川くんと親しいはずだ。南川くんって陽子のことだろ。君から言っておきたまえ、騒音を撒き散らすのはやめてくれよ。てめえりえバカしね。自分で言えばいいじゃないか。本当だよ、女のくせにゲームセンター通いするような女性とは話をしたくないんだよ。バカ野郎、女だから言っちゃいけねえなんてことはねえんだよ。俺ね、女子とゲーセン行きたいよ俺は。もう本当にね、もうキャッキャウフウしたいですよ私も。最高じゃねえか。別にいいじゃないか、女の子はゲームセンターに行っても。女性とはともみさんやゆいさんのようにあるべきだ。はい、こいつもうね、死刑確定ですねもうね。うん、ゆいだってたまにはゲーセンぐらい行くぜ。なあ、そうだよ。とにかくこのことは君が言うべきだろう。わけわかんねえなあこいつ。ほんと死ねばいいのに。本当に西園寺のやつ本体妖怪怖いんじゃないか。本当だよ、いつもの財閥の力使ってみろよ。本当、どうせこの手のやつなんかね、自分が殴られるのが嫌だけであって、てめえで言えねえこと人に押し付けてるだけだからね。ほんとクソだよな。まあちょっと先生にでも会いに行ってみるか。はい、ということで学校の中歩いております。じゃあ先生行っちゃおう。ここだここだ。あれれ、職員室に川戸切先生がいるぞ。わお、大人、こんにちは川田切先生。ブス島くん、また職員室に来たのね。先生に会いに来たんですよ。そんなに俺の存在って邪魔かな。先生はプライベートの時間を割いて学校へ仕事に来ているんですよ。あれれ、ちょっとムッとした顔になったぞ。あー、これだとわかんないね。先生だって24時間教師ってわけじゃありませんから。まあそれはそうだ。わかってるよ。本当にわかってるのかしら。絶対いい匂いするよなこれ。うーん、いいなぁ。川田切先生、もしかして機嫌が悪い？別にそんなことありません。あ、わかった。もう、あれだろ。あれだろって言ったら俺、下品なこと言うと思っただろ。そんなことねえからな。振られたことじゃねえの、多分な。ちょっと、とりあえず見とくか、いつも通りな。おっぱい。え？なんでもないよ、川田切先生。まあ、挨拶はこんなもんにして、まあ、とりあえず行こう。あ、そうだ。まだ何か話があるのかしら？川田切先生の彼氏って背が高くてヒゲを生やしているんだよね。お前それ言うなよ学校で。それがどうしたの。白蛇が池公園でデートしてたでしょ。お前それ言うなよ、デリカシーねえな。いやだわ、ブス島くんも白蛇が池公園にいたのね。あ、ずいぶん寛大な先生ですね。うん、偶然だけど。それで何を見たの。だから二人でいるところだよ、それだけ。これ言いたいな、これ言いたいけど、ここはあえてデリカシーなしにして、まあでもこれ選んで、いやどうしよう、こっちだな今回。うん、それだけ。そうならよかったわ。ちょっと、まあちょっと大人の対応してみてよ。
今日はな。ブース島くん、シールは決まったのかしら。はは、まだだよ。ちゃんと3学期までに考えてきてね。うん、わかった。機嫌悪い時にあれやっちゃダメだな、さすがに。もうダメですね。もうどうしようもねえな。もう先生に会いに来ただけですよ。ブース島くんって不思議な男の子だわ。どうして？ねえ、どうしてもです。うん、意味不明の会話だな。あ、忙しいということで、じゃあどっか行くか。とりあえず足だけよーく見といて。うん、いい足だ。じゃあ早速どっか行こう。敵を心配しないで。と、まあ、朝っぱらのセクハラはこんなもんにしておきましょう。同級生2。はい、ということで、日課でコンビニに来たら、いや、薄島くん。もうこんな感じだろうな、こいつな。笑顔がまた気持ち悪いな、こいつな。ちぇ、ヨシキか。なんかね、コメントでもう、ヨシキはもう、ブス島の固定枠でっていうことなんで、まあ、ヨシキはもう、俺がやります、全部ね、これね。ミサコさんに頼まれて、買い物にでもしに来たのかい？お前の口からミサコさんの名前が出ただけでムカムカしてくるんだ。まったくだ、本当に。くっ、随分なこと言うんだね。あ、ほんと腹立つな。自分でやってて腹立つな。奇遇だね。こんな場所で何度も会うなんて。洋式が家でじっとしてればここで会うこともないだろうに。そうはいかないよ。いいパンチラ写真は家でじっとしてたら撮れないからね。でもこいつさ、家族構成知らねえけど妹とかいたら最悪だろうな、こいつ。もううちのお兄ちゃん最悪なんだけど、私のなんかパンツ狙ってくんだけどみたいなね。うわ最悪、こいつ気持ち悪い。パンチラ写真を撮って何が嬉しいんだよ。薄島くんだって女の子ばかりナンパしていて何が嬉しいんだい。なかなか図星なことを言うね。そりゃキスもできるし、まあまあ確かにな。僕だって写真できるよ。うわ、趣向の違いってやつだな、それな。本物女の子だったら胸だって触れるぞ。僕は想像力で勝負するんだ。もう完全にあれですね、向こう側の住人っすね、これね。本物の女の子だったらだってできちゃうぞ。こいつのことだから想像すると絶対あれだろう、なんか写真に穴開けてとかなんか言いそうだな、こいつも。等身大にして引き伸ばして穴を開ければ同じことだよ。いや、やべえ、ちょっと思考が同じだったのちょっとショックなんだけど、これやだな。お前な、まあ今だったら天下とかすごい強い味方もあるしな。うん、ブス島くんは本物の女の子なんて面倒なだけだよ。まあ確かにそういう面はあるけどな。でもまあそれだけじゃ済まねえからな。確かに面倒な時はある。なんかやってる時にとかって勘弁してほしいってのはある。うん、完全に歪んでるな。まあ確かにこいつは歪んでんな。ブス島くんも僕みたいに夢の世界でいければいいんだ。いやー、もうそれで、夢の世界はいいけど現実があるからね。冗談じゃない、俺は現実逃避するつもりはないぜ。ちょっとこいつ気持ち悪いわ。いつの日かブス島くんも僕の言ってることが正しいってわかるよ。でももしかしたら本当に何十年とか 何百年先とか VR の世界とか普通になるのかもしんねえな。そこまでいかねえか、何百万年も。そうするとこいつの言ってることが正しいってことになっちゃうのか。どうなんだろうね。あの水槽脳みそ理論なんかまさにそれですからね。うわー、なんか考えさせられるけど、こいつみたいにはなりたくないのは事実。はい、うん、薄気味悪いやつだ、本当だな。とりあえず中入ってお口直しをいたしましょう。もう中入っちゃう。よし、中に入るぞ。中に入れたいぞ。あ、はは、また来ちゃった。あの、お買い上げのものは？はっきり言おう。ない。てん。怒った？別に怒ってませんけど。おー、とりあえずおっぱい。じーっと。おー、てん。どこを見てるのか悟られてしまったようだ。まあそういうな、タバコかこれ、100円ライターがいっぱいあるぞ。タバコじゃなくて100円ライターって言ったんだよな。しかし今時100円ライターを買う人なんているのだろうか。ティッシュと同じようにライターはもらうものだと思ってたけど、あのね、確かにそうなんだよ。タバコをワンカートンで買うと、昔ってあの当時ね、俺いくつだ、180円とかだったよな。いや違う、それじゃもっとあれか、俺より上か。ちょっとね、いろいろコンプライアルがね、多分200ちょっとだよ。
それくらいの時にワンカートン、まあ10個ですね、カートンというと2500円でお釣りくるくらいなんだけど、それすると必ずライター1個くれんのよ。だからね、1個ずつ買うよりカートンで買っちゃった方がね、正直ねお得なんですよね。ワンカートンに必ずなんか1個100円ライターつけてくれたんで、そうするとね、あれなんだよ、もうね、なんかこのねライターなんかもね溜まってくるわけよね。そうするとよからぬことに使ったりするわけ。まあまあどういう風に使うか教えないけど、あとね、なんだろう、よくねそういうお店行くとね、お店のロゴっていうかね、そういう雑誌とかのねロゴ入ってるライターとかもらえるのよ、マッチじゃなくって。まあそういうのをねよく使ってましたけど、あれをね、あれなんですよ、あのちょっと硬い金属コインとかでガリガリガリってやると消せるからまあ消すとね、今度ねあれなんだけどね跡がついちゃうんだけどね。まあまあまあそんな話はいいや、もうとりあえず話すか。ねえねえ、どうして八十八学園の男子生徒に冷たいの？私学生さんに興味ありませんから。ふーん、おじさんが好きなんだね。怒るぞまた。誰もそんなことは言ってないじゃないですか。でもおじさん好きの若い子って会ったことねえな俺な。会ってみてえな。おい、あの私忙しいんです。へいへい、まあとりあえず帰るか、他の場所行こう。病院に行っても治らないと思うから。なんだよ、なんか重病じゃねえだろうな、そんなことねえよな。同級生2。おー、八十八駅に来たらまたともみちゃんっす。今日ともみによく会うな。前回だか前々回、まあもうちょい前かもしれないけど、ゆいちゃんラッシュってのもあったからな。よともみ。あ、渦島くん心配だな。でもな、病院行っても治らないって言っただろ。ててあれってどういう意味なんだ。だって私病気じゃないわよ。だから病院に行っても治らないって言ったの。どうした、体の具合が悪くないにしては元気がなさすぎるぜ。そうかしら。いや、これだと表情とかわからんけどな。そうだよ絶対に。て薄島くん心配してくれてありがとう。まあ心配は心配だね。ともみのやつ肩を落として歩いてるぞ。こういうところとか今回ないのかな。入梅工業バス八十八駅前停留所と書いてある。まあいいやいいや、他の場所。そういえばこのゲームあれだよな、スキーとかなんかそんなのもあったよな。なんかそんなのがあるけど、まあまあまあいいやいいや。確かなんかね、いろいろあんだよな。よーし、じゃあ2回目の補足行ってみようか。お、泉、ブース島ナンパばかりしてるなよ。してないよ今は。じゃあいつかナンパするんだ、泉がいなくなってから。また怒るんじゃねえか。ブース島は女の子だったら誰でもいいんだよな。失礼なこと言うな、俺だって好みぐらいあるぞ。へえ、ブス島はどういう女の子が好みなんだ。俺はすぐやらしてくれる人、最低だな俺本当に。そりゃちょっと待って、ちょっとそりゃすぐやらしてくれる女の子。おい主人公、お前本当気合うな俺と。お前も最低だな主人公。聞いた私がバカだったよ。本当だよ、ごめんな泉ちゃん。ごめんごめん、めんごめんご。おい冗談だってば。ちょっと今のはショックだったな俺。他の場所行こう。もう嫌になってきたよ、もう一回入ってやろう。もうなんだよこれ。ドスン、おっとおっとドスン、おっとぶつかり稽古。キャッ、なんだ。おっ、やべえ、すげえ声出しちゃった。おー、マジかマジか、来たよ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 来た来た来た。ちょっと待って、今回ブス島マークなしこれ。おい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 、はい、皆さん覚えてる覚えてる、めっちゃテンション上がってんだけど、ミサだよなこれ。うわ、大人になってんなおい。だ大丈夫。あっ、てん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 、あーててはてな、ちょっと混乱してますね。うおこれは嬉しいぞ。てんてんてん、なんだよ、う嘘、はあ、こんなことってあるのかしら。変な女だな。おお、なんかめっちゃテンション上がった。今ね夜中の3時なんだけど。めっちゃテンション上がるなこれ。気をつけなさいよ。おいそっちがぶつかってきたんだぜ。ふざけたこと言わないでこのバカ。これはテンション上がるぜ。なんて口の悪い女だ、最高じゃねえかよ。バンビちゃんよ、謝りなさいよ。嫌だよ、謝りなさいってば。嫌だってば。生意気なガキだわ。
ガキへ？どう見ても私より年下だもの。いくつなんだよ。二十歳よ。ああ、じゃあタメだよ。タメだよ。俺は言うぞ、タメだって言わせてくれ。ここはコンプラだ、うん、つまりあの作品から2年後の世界ってことですよ。ワンからね、そういうこと。俺は23。その通りだ。てんてんてん不毛だな。生意気だけじゃなくて嘘つきだわ。ちょっととりあえずここ見とこ。どこ見てるのよ。俺の勝手だろ。パンツだよパンツ。私の体じゃない、俺の目玉だ。もう水かけろになってますね。ああ言えばこういうガキね。ちょっともう一回見ちゃおう。ちゃんと顔見て話しなさいよ。わかったよ。じえ見ないでよ。どっちだよ。自分の言葉に責任が持てない女だな。なんですって。とりあえずちょっと話しますか。あ、指が勝手に変なことしたらぶっ飛ばすからね。おお怖い。うわー、もうむってあるよこれ。もう、あ、指が勝手に、またいやらしいことで警察に突き出してやる。いやちょっとこれ、おお、いいね。取る、取らないでよ。取りたいんで取らせろよ。泥棒。ふん、人聞きの悪いこと言うな。人聞きの悪いことをしてるのはそっちでしょ。ちょっと、まあ取らないでよ。まあアホ。飛ばしちゃったけど、まあいいよいいよ。この嘘つき、ひどい言い方するな。あんたどこが21歳なのよ。見せてやろうか。よし、ズボン脱ごうぜ。何をよ。俺が大人であることの証拠だ。いいわ、見せてごらんなさいよ。カチャカチャカチャ、同じことやるな。ちょっとなんだよ。どうしてズボン下ろすの。見せてごらんなさいって言ったじゃないか。そんな汚いもの見たくないわ。いや後で愛おしくなるんだから。もう汚いかどうかは見てみないとわからないだろ。顔見れば汚いことくらいわかるわよ。なんて生意気な女だ。ちょっとしょうがねえな。話すか。あんた謝るってことを知らないの。俺はあんたじゃないぞ。ブス島っていう立派な名前がある。あんたの名前なんかどうでもいいわ。お前そんな言葉遣いだと男に嫌われるぜ。誰がお前よ。お前だ。失礼ね。私だってミサっていう可愛い名前があるんだから。やっぱりミサだよな。うわ、大人になったな。おい、ぴったりだな。でも女性って2年経つとこんなに違うもんか。すげえな。でしょ。まさか獰猛な女にはぴったりな名字だ。ミサ。もう分かった。名前が黒なんだ。黒ミサってことか。黒。そう、黒ミサ。失礼ね。名字は田中よ。バンビちゃん。おー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 、今日は最低の日だわ。お互い様だよ。美穂は約束破るし。あ、美穂ちゃんとはまだあれなんだね。美穂とはまだ続いてんだね。これ普通に友達ね。こんなバカにはぶつかるし。確か、ワンの話をすると主人公は舞ちゃんとくっついたことになってるんすよ。それで失恋してるっていうのが確か設定じゃなかったかな。確かそんなような設定だけど、その辺なんか進めていけば話出てくるとは思いますね。まあいいでしょういいでしょう。いやいいね。イベントだらけじゃねえかよ。田中、俺はバカじゃないぞ。行きゃ呼び捨てかい。田中って呼ばないでよ。名字じゃないかよ。いくら名字もあんたに田中って呼ばれる覚えはないわ。ミサ、そう怒れないよ。これでも怒るだろどうせ。ミサって呼ばないで、じゃあなんて呼んだらいいんだと思うよね。名前ではないか。あんたみたいな新生バカ初めて。あ、言葉は最後まで言い切るもんだぞ。初めてじゃないわね。これで2度目だわ。はあ、うるさいわね。こっちの話よ。もうほんとね、もう1の時の主人公も2の時の主人公もモテモテで羨ましい限りだぜ。ほんとにな。確かブス島って言ったわね。忘れないわよ。あんたの名前違う。さっきそう言ったじゃない。ほんとはブス島が名字で名前が様なんだ。ブス島様。何か用か。奴隷一号プッツン。あれね、何か今切れたような音がしたな。あ、きつえな。ひでぶ。てんてん。痛い。殴られて終わっちゃいましたね。いや、まさかミサに会えるとはな。まあ、いいでしょう。ちょっとね、午前中だけど、午後くらいまでちょっとやるか。ちょっと時間的にね、もう一回くらいちょっと入ってみようか、ここ。なんかあるかもしれんな。他の場所行こう。よいしょ。他の場所っていうか、今日はちょっと今回は駅三昧だな。よし。おお、安住さん。あ、ブス島さん癒されるね。あれれ、安住さんだ。
保育園の前で見たの知ってます。ああの天童ね、一番最初のね。はは、気づいてたのか。しかし相手が天童とは厄介だね。あの方天童さんって言うんですか。あれでも八十八学園の教師だぜ。セクハラ野郎だなあいつな。先生なんですか。驚いてんじゃねえかよ安住さん。そう先生、困ったわ、私ああいうの苦手なんです。あらら、真剣に悩んでるぞ。はあ、保育園にはしばらく行かない方がいいかもね。あ、保育園といえば思い出しました。な、何？笑いません？うん、笑わない。薄島さんはサンタさんが本当にいると思います。サンタクロースは以前熱弁ちょっとしたけどいます。はい、キック。さ、サンタさんは子供の心の中に住んでるんだよ。そうですね、サンタさんが本当にいるはずがないですよね。おお、ちょっとちっちゃいな。巨乳でないことは確かだろう。なんてことを考えてるのは夢にも思ってないだろうな。ちょっともう一回見よう。78から80センチ、ちっちゃいな。まあいいや、いいや、とりあえず。なんか嫌ですね。へ、男の人からあんな言葉を聞くことです。なんてとか。どうしてさ、女の子だったら嬉しいんじゃない。私は嫌なんです。好きでもない人から言い寄られるのは。まあ確かにその通りだな。うん、さようなら天童、お前の人生はすでに終わっているようだ。あ、ざまねえな、日頃の行いだバーガーって感じだな。うん、天童さんでしたっけ。そう、天童。八十八町に住んでるんですか。あ、ボロアパートに住んでるよ。そうだよ、それも保育園のすぐそばの。てんてんてん、それって最低です。まあでもたまたまだろうけど、ちょっとあいつストーカー気味だから。いや、しかし可愛いな。おい、ひろしくんのことが気になって毎日1回は保育園に行くことにしてるんです。ふーん、大変だな。それに八十八町には仲のいい保育園の同僚がいますから。うん、また天童さんに会ったらどうしよう。もう無視でいいんじゃない、警察呼べば。もうね、安住さん、いいことを教えてあげよう。何ですか。男っていうのはね、誤解しやすい生き物なんだから。はい、はっきり返事をした方がいいと思うぜ。てんてんてん、しかし天童のことだからはっきり言っても諦めないだろうけど。怖いこと言わないでください。はは、別に脅かすつもりはないけどさ。あ、私もう帰ります。うん、あの、てん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 、いろいろありがとうございました。はいはい、どういたしまして。後で美味しい思いするのは俺です。なんだ、まださゆりちゃんのこと言ってるの。いえ違います、いろいろと教えていただいた俺です。はあ、さよならブス島さん。さよなら。てんてんてん、安住さんって恋愛をしたことがないのかな。なんか男に騙されてんじゃねえの。そんなことねえか。おーおお、なんでびっくりすんな。あの、ドヒャーン、いやびっくりしたよ。さゆりちゃんで思い出したんですけど。何、あ、事故救った話か。彼女のご両親といつお邪魔すればいいかと思って。いいってば、そんなの。そうはいきません。一緒に喫茶店へ行ってくれただけでもう十分だから。さゆりちゃんのご両親に怒られてしまいます。だって俺冬休みの間ほとんど家にいないし。そうなんですか。うん、わかりました、冬休みが終わってからお邪魔することにします。チェ、来なくていいってば。でもあれなんだよね、ああいうことやった時って別に本当にお礼とかどうでもいいって思っちゃいますよね、本当に。まあね、うん、思います、それは。はい、別にそんな大したことしてないからさ、まあいいんだけどっていうのはありますね。はい、それと実は、何やらしてくれんの。何、あれで顔赤くしてもじもじしてる。お、マジで。お、行こうぜホテル今から。あの、え、お、ちょっと、おちょっと赤くなってるぞ。これ受け取っていただけませんか。何、さゆりちゃんの俺日記を買ったんですけど。おここでも日記手に入るんだ。へえ、ありがとう、これは嬉しいな。薄島さん、日記を書いてるって聞きましたから。うん、まあセーブスロットが増えるのはいいことだ。でそれじゃあ私行きます。おー、いいんじゃない、新しい日記帳を手に入れてしまったぞ。おー、はい、ということでね、今回まあここで一回終わりにしようと思うんですけど、ちょうどね午前中がそろそろ終わりなんで、まあまあいいかなと思います。次回ね、またこの続き動画にして見せていきたいと思いますので、その時までお疲れ様でしたって、なんかいつも違うね。あ、はいはい、まあそういうことで今回はこれぐらいにしたいと思います。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは。平和だな、絶対違う、お前がいる時点で平和じゃない。ダイオに配役するミーを選んでください。
あ、はい、わかりました。何、馬がいるの？おい、馬がいるっぽいぞ。おい、うわー、かわいい。うわ、かっこいい。光る、こびる、帰り見る。常識では考えられない発言、コンストラクションブス島。あなたが体験するのは明日かもしれない。